テレビに出てる伊集院、ラジオに出てる伊集院、ね、いろいろ世の中に伊集院は、図鑑ができるぐらいいろんな伊集院が、今新幹線に乗ってる伊集院、ね、ネゲロを吐いてる伊集院、猫鳥を締めてる伊集院、ね、いろんな伊集院が各地で、ね、ヘリを操縦する伊集院、ね、合体ロボの伊集院っていう、いろんな伊集院がいますけれども、そういうのは僕だけだと思ってたんですけどね、この間ね、秋葉原にね、そう、先週もちょっと話した、ビデオカメラを予約したんで、それがもうお給料もやってたんで、ビデオカメラを買いに行ったんで、もうお給料出た、もう、富豪ですから、ビルゲイツですから、ね、ビルゲイツ並みのお給料は出てますから、2兆、ね、ね、もらったって、2兆、じゃあ業務用のカメラとか買えいいじゃんかよ、まあ、ビデオカメラ買いに行ったんですよ。ほいで、まあ普通の秋葉原の、ビデオカメラ屋さん、ね、それだけではないですけれども、ビデオカメラ屋さん兼電気釜屋さんに行って、で、ビデオカメラを買って、まあ、機能とか説明したりとか、やっぱりどうしようかなとか思ってるから30分ぐらい見るじゃないですか。で、サービスは何かつかねえのかごねたりとかするじゃないですか。ビルゲイツ並みだから。ほいで買って、表出てきたんですよ。東京ですよ、秋葉原ですよ、デジタルシティですよ。で、そこで、なんか、関西の、V シネマに出てくるみたいな、怖い人たちの罵声が聞こえるんですよ。前出ろ言うとんじゃいこら、何抜かしとんねんお前、すっごい大喧嘩になってて、その、俺の出てきた電気屋の前に200人ぐらいの人だかりができてるんですよ。でも中からすごい、で、真ん中の方からそれに応戦してる声が聞こえるんですよ。女の声が。で、その女の声聞き覚えがあるんですよ。うちの神さん。神さんが、もう、なんていうの、コントに出てくるみたいなやつと、二人で大喧嘩してるですよ。周りで、もう大群衆に囲まれて、ちょっとお前の、おんどれの車が前に出りゃいいんじゃって、うちの神様でかい声で、お前の道だって言ってんですよ、マジで。ガラスの向こうで一応、AD 柳さんも一緒にいましたんで、ほんとすごい状況だったよね、周り。もうなんかね、すごい、マッドマックスみたいな状態ですよ。周りはもう、殺せ、嘘ついてる。ちょっとそれは嘘ついてるけど、周りはもうビビってるわけですよ。だって、関西弁の怒ってる人の声で東京で本当に聞くことはまだないですから、で、普通の怖い人同士の、戦いも怖いですけども、関西弁と、イタリアマフィアはまず聞かないです、東京では。これはもう、向こう二人。で、ベンツで二人で、なんか、神さんが車を止めてて、で、秋葉原すごい駐車、列になるじゃないですか。車を止めてて、神さんの車がもうちょっと前に出てくれれば、俺のベンツが、わしらのベンツが止められるんや。止められるんやから、おんどれちょっと前でんかいと。で、神さんにしてみれば、そうすると前の車が出れなくなるし、自分も出れなくなるんで、止められませんでしたいっていうのが、神さん、もともと神さんも関西ですから、これのものすごい大喧嘩なんですよ。ほいで、どうしようかなと思うじゃないですか。知り合いだから。神さん、あんね、よく知ってるから、もうなんか、押し気味だったよな、うちの神さんなんかな。でも怖いんで、向こう二人で。で、ほんとにここで何さらしとんじゃいとか向こう言ってて、旦那待ってんだ。で、おい、じゃあ旦那が来るまでこれ待ってやろうじゃねえか。僕は、どうするんですよ。これコントみたいな話じゃないですか。秋葉原で聞いてみ、マジだから、これ。で、もうどうしようなんで、僕もう、パッキャラマド、パッキャラマド、パオパオ、スパパですよ。ドしか出ないですよ、もう。今、俺のクラリネットはもう、クラリネット8の字に曲がって壊れちゃってるから、もう元戻せないですから、どうしようと思って、俺の中の頭の中で、ここで俺は最愛の妻ですよ。女房、英女房ですよ。ね、今の連続でドラマ、テレビ小説で言えば。女房が出てるわけですよ。で、いくらね、頑張って押し気味っても、向こうが手出したりすることで考えられるわけですよ。ね、もう向こうすごいエキサイトしてますから。で、俺の頭の中で、俺としては旦那ですから、ザン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 バーンが鳴るはずじゃないですか。ザンザンザンザー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 。のっしのしと人混みをかき分けて、わしの女房に何すんじゃい。もうポケットから出したコルトガバメントで、奴の村の竹のりのうちに、ターンターンなあ、俺はもうもちろん警察はそこで来ても取り押さえられちゃいますよ。俺が撃ったんですからっていうの。それでもしょうが、愛してるがゆえのことですから、神さんも待てます。僕が出るまで。
ねえ、ねえ、あ、もうスタッフは待てません。ね、待て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 。AD 柳さん、あ、僕領収書もらってきますだって、どんな全然大事じゃねえよ。お前が行くべきじゃないかよ、もうどう考えたって、俺より強い、俺は病弱。すごい、すごい、医者から運動も止められてる。ねえ、それでさ、鳴った音楽がさ、シャネルズのランナーウェイですよ。もしくは、中村あゆみのゴーゴーラーナウェイですよ。真夜中にラーナウェイ。もしくは、もうサコラサーサーサーのムーですよ。もうね、逃げたいんですよ。もうへっぴり腰なんですよ。ね。もう僕なんかもうほら、青春アイドルじゃないです。基本的には、あそこに出てきて、お前、こら、見たことあるぞ、こら、となったらもう大変ですから、ね。そういう時にはしょうがないですよ。もう、神さん置いていくしかないですよね。もうそんなの俺僕、震えて、もうおしっこ漏らしてます、当然。当然、じゃあっていう、もう、興奮し、吸収しても、吸収しきれないぐらいおしっこもう漏れちゃってますから、どうしようと、神さんすごいと怒鳴り合いしながらポケットから携帯出して、ほいで、電話してて、うわ、警察かけてんのかなと思って、俺の携帯鳴るですよ。あれピンチ通信かなと、もう俺どう取ってかかんないじゃん。別におかけになった電話は電波の届かないとこにって言うか。でもそれはまずいぞーと思いながら、神さんすごかったね。ね、あの今これこれこういうことになってるから、あの今ここに来たら、あの変なこと巻き込まれるから100メートルぐらい先行って待ってて、うまく片付けていくから、あんた来たら収まるもんも収まらないから。電話切られて、で一応隣に領収書を持って震えてる AD 柳さんに、あの俺は出てもいいんだけどさ、神さんがそう言ってるしね、なんかほら、だからさ、なんつって、で俺はもうね、ペーポポコペーコポコポコって音楽小僧の行進に乗ってもう先行っててさ、で神さん戻ってきてさ、なよあんな口だけなんだよなんて、今戻ってきてんだけど、俺は付き合ってる交際期間を含めて、結婚してもう2年ですよ。これ交際期間を含めたらもう4年ぐらいになりますかね。そうですよ。ね、ペットとして飼われてる期間をね、もう入れたら30年ぐらいかかります、ありますよ。見たことなかったですけど、奴はね、やばいですよ。おい、大丈夫だった、大丈夫、大丈夫ってそれ以上語ろうとしないんですけど、手は血に染まってましたから。ね、血染めまたちょっと作っちゃったけどね。ほんとすごかったっすよ。